習近平は大焦り。悲惨すぎる中国経済。大学卒業して即失業。会社員の給料は3割カットになった最悪の理由。巨大不動産会社の倒産危機に会長の逮捕。ミスター人民元の突然の解任。やばいやばいと言われ続ける中国だが、一体何が起こっているのか。ベールに包まれた暗黒経済の内側が見えてきた。給料3割減価、即失業。日本が厳しい残暑に苦しむ9月下旬、中国は中秋節9月29日と国慶節10月1日の建国記念日を合わせた8連休、9月29日から10月6日を迎えていた。CCTV、中国中央テレビをはじめとしてメディアは連日、鉄道旅客が1日2000万人突破、ホテルの宿泊状況はコロナ禍前、19年の5倍などと、中国経済が V 字回復を果たしていることを強調した。確かにテレビで見る限り、鉄道も空港も黒山の人だかりで、高速道路は大渋滞。その上、杭州で開催中のアジア大会で中国人選手の連日の金メダルラッシュをキャスターが国歌の BGM を添えて伝える。中にはこんな発言もあった。天空に現れた満月も幸福に包まれた私たち中華民族を祝福しているかのようです。だが高校たる満月とは対照的に中国経済には黒い暗雲が垂れ込めている。大手国有企業の中堅幹部が嘆いて言う。ここ数年で給料は3割カット。以前は充実していた福利厚生も消えた。今年は生活に窮屈で、中秋節の月餅を買う気にもならなかった。代わりに増えたのが習近平思想の学習。8連休といえども毎日自宅学習を強いられました。なぜって？政府が習主席の思想を学ぶことを共産党員に強制しているからです。分厚い本を開いて何とも退屈な文章を手書きで書き写しています。ようやく涼しくなってきたのに、とにかく息苦しい秋ですよ。今回に北京の大学を卒業した青年は暗い表情でこう漏らす。国慶節の7連休が今年は政府のプレゼントで8連休とか言われても正直言ってピンとこないですね。だって私を含めて多くが卒業後に就職先がなくて卒業即失業となったんですから。つまり365連休中なんです。若年層16歳から24歳の失業率は6月に過去最高の 21.3% を記録。1158万人もの大学生が卒業した7月は、ついに 50% を超えるとも囁かれていた。だが結局、国家統計局は、8月分からは若年層の失業率は公表しないと決定。今ではその正確な数値さえわからない。唯一のガス抜きが海外旅行で、国民の旅行を担当する中国文化観光部は8連休中、友好国への旅行を奨励した。だが皮肉なことに、福島原発の核汚染水放出、中国外交部の表現で、敵対国筆頭のはずの日本への旅行が大人気となっている。9月26日に発表された2023年 10.1 連休出国予測報告によれば、人気旅行先のトップ5は、日本、タイ、韓国、マレーシア、シンガポールの順。言ってはいけない日本が堂々と1位につけているのだ。マイナスだらけの数値。実際9月末から日本各地で中国人観光客を多く見かけることとなった。銀座で買い物をしていた中国人女性グループの一人が語る。日本を訪れたのは10年ぶりです。当時の中国は PM2.5 の大気汚染が深刻で、日本旅行は肺を洗う旅と言われました。今回はさながら脳を洗う旅ですね。
中国の景気は最悪だし、社会全体がうつうつとしているから、日本旅行は最高のストレス解消ですよ。中国経済は丸3年に及んだゼロコロナ政策の後遺症にももがき苦しんでいる。最新の経済指標の一例を示すと以下の通りだ。7月までの全国工業企業利益、前年同月比マイナス 15.5%、特に民営企業が沈滞。8月の CPI、消費者物価指数、前年同月比プラス 0.1%、前月のマイナス 0.3% から持ち直したものの依然としてデフレ傾向。8月の新築住宅価格指数は70都市中52都市で前月より下落。各地に鬼城、ゴーストタウンが出現中。7月の不動産販売面積前月比マイナス 46%。東京23区の面積以上が売れ残りの在庫と化している。8月の貿易額、前年同月比マイナス 8.2%、輸出マイナス 8.8%、輸入マイナス 7.3% で、世界的な中国離れが顕著。中国経済崩壊の指標は、中国の大手証券会社アナリストが語る。政府は V 字回復を喧伝しているものの、実際には L 字悪化したまま、もしくは I 字悪化し続けるかもしれません。中国の日本化といえばわかりやすいでしょう。前世紀末のバブル経済崩壊後の日本とそっくりだからです。現在の不動産バブル崩壊が金融業界に波及し、地方銀行が倒れ始めた時が中国経済崩壊の時だと見ています。政府はようやく手を打ち始めましたが、未だ明確な効果は現れていません。このアナリストは特に2つの指標に着目しているという。それは株価と為替です。この2つは中国の粉飾が囁かれる公式統計の中でも比較的嘘をつけないからです。株価は現在3100前後の上海総合指数が3000ポイントを割り込んだ時が中国経済の危険水域です。また為替は現在1ドル 7.2 人民元のレートが超8、8を超えるの超現安局面に入ったら世界が中国を見放したと見るべきでしょう。不動産に関しては中国では俗に金庫銀柱と言われる。例年9月が不動産販売のピークで、連休及びその後の10月が2番目に盛況の時期という意味だ。ところが今年の連休前の9月28日、衝撃的なニュースが飛び込んできた。不動産大手恒大集団の株式の取引を停止するという香港証券取引所が発表したのだ。恒大は年間売上7000億元、約14兆円、従業員20万人という巨大不動産会社だったが、一昨年末にデフォルト債務不履行に陥った。以後、本社のある広東省などが立ち入って、傘下の8グループの整理を行ってきた。それでも今年6月末時点で3280億ドル、約49兆円もの負債、巨額負債を抱えている。この前編記事では、中国で起こっている経済の崩壊の実情について解説してきた。続く後編記事、粛清しても無駄、習近平が君臨する限り中国の経済状況は終わらないと断言できる本当の理由では、それらの企業トップの動きや習近平の動きなどについて引き続き解説していく。中国、重慶に EV ずらり。一帯一路の新たな目玉、量から質、転換へ。中国の習近平国家主席が2013年秋に巨大経済圏構想一帯一路を打ち出してから10年。
その間、道路や鉄道、港湾など巨大インフラ投資で沿線国への影響力を拡大した一方、過剰な貸し付けで途上国を借金付けにする債務の罠との批判も高まった。習氏は最近、経済協力プロジェクトについて、小さくて美しい事業優先と号令をかけ、量から質への転換を図る。中国と欧州を結ぶ貨物鉄道中央班列もそうした現場の一つだ。中国内陸部の政府直轄都市、重慶市。中心部から北西に車で20キロほど走ると、出入り口が厳格に警備された巨大な鉄道貨物ターミナル、団結村駅が姿を現した。その一角にある税関検査場では、ナンバープレートのついていない数百台の新車がずらりと並び、重量検査などを経て貨物列車に積み込まれる。記者が車種を確認すると、中国通信機器大手のファーウェイが自動運転技術を提供する地元新興メーカーセレスの電気自動車 EV が目についた。世界最大の人口3200万人を抱える重慶は長江上流に面し、古くから水運の街として知られてきたが、習氏が一帯一路を提唱すると、欧州と東南アジアを結ぶ貨物鉄道の要衝として急速に存在感を高めた。ドイツなど欧州への直行列車は、かつてはパソコンなど中国内欧米メーカー工場からの製品輸出が目立ったが、現在は国内メーカー製品に置き換わりつつある。検査場運営会社の館長、副総経理は、これまで自動車の輸出はほとんどなかったが、今年上半期だけで 3.6 万台と予想を超えて急増した。このうち6割以上が EV など新エネルギー車だと胸を張った。重慶は上海市吉林省に続く中国国内3位の自動車生産地域で、国内外の自動車メーカーが集積するが、中国勢が注力するのはやはり EV だ。中国自動車大手の長安汽車の研究開発センターを訪れると、展示されていたのは EV 技術が中心。ファーウェイと車載用電池、世界最大手の寧徳時代新能源科技、CATL と共同開発し、昨夏発売したアバター011は60万元、約1200万円と高額だが、走行距離は680キロと高い性能を誇る。海外事業を担当する欧省氏は、来年にはドイツやオランダ、ノルウェーに輸出する計画で現地工場の建設も検討していると意欲を示した。米テスラと世界首位の座を争う中国自動車最大手の比亚迪 BYD が18年に最初の自社開発のリチウムイオン電池工場を建設したのも重慶だ。総額180億元を投じた工場の生産ラインは企業秘密だと撮影は禁じられたが、ガラス越しで見学するだけでも自動化がほぼ完成しており、コスト削減につなげている様子が伺えた。